北里大学獣医学部見部は、肩の床のノンフィクション書籍。2010年4月に、ポプラ社から刊行され、2012年4月6日に、文庫化された。2021年に、映画版が公開。青森県戸和田市の北里大学獣医学部にある、犬や猫のため活動するサークルをする学生たちの、物語。2011年に、2つの雑誌で漫画化された。 鈴木くんと犬部のことがエレガンスイブにて2011年5月号より隔月で連載された。犬部、僕らの尻尾先気マイナスが週刊少年サンデーにて2011年26号より2013年32号まで不定期でシリーズ連載され最終回はクラブサンデーにて掲載された。なお、一つの原作が二つの媒体で連載されることは 例外中の例外だという。鈴木くんと犬部のことの単行本発売に合わせ、作者のエリサワが描き下ろしたイラストをデザインした T シャツが販売された。2014年に NHK ドキュメント20民にて犬部に所属する学生の奮闘を描いたドキュメンタリー番組さよならここが放送された。2021年7月22日に公開。監督は 篠原哲夫、主演は、林健と。第24回上海国際映画祭、パノラマ部門日本エクスプレス出品作品。犬部、僕らの尻尾戦記マイナスに関するカテゴリー、都木くんと犬部のことに関するカテゴリー。ありがとうございます。